偽政府市長偽政府市は大韓民国軽機道の市、ソウル特別市北港に位置する、朝鮮民主主義人民共和国に近い位置にあるため、軍事施設を中心に都市が発達している。市内には景気道庁北部庁舎が設けられ、水原市の本庁から遠い道北部地域の行政サービスを扱っている。名物のプデチゲは全国的に有名。二千二年には、 市内に駐留する、米軍兵士による、女子中学生歴史事件が起こっており、反米感情の新現地の一つとなった。李氏朝鮮大ソ李政権が、いつおり薫園の権力奪取に腹を立て、しばらくこの地に滞在したため、大臣たちは、政治の相談をするためにしばしばこの地を訪れた。そのために政府里と,と呼ばれるようになったのが、地名の起源である。 日本統治時代から2000年までは、洋州軍の軍長が置かれていた中心で、現在のソウル特別市の北東部と洋州市、南洋州市、九里市、東津川市を占める広大な地域を管轄していた、朝鮮戦争での激戦地である、14道、448等、2647班により、住民が組織される。 首都ソウル防衛のため在韓米軍や韓国軍の基地が集中する。市内の米軍基地は次の通り。キャンプエスヤンズ、キャンプフォーリングウォーター、キャンプラグアディア、キャンプレッドクラウド、キャンプシアーズ、キャンプスタンディーこのうちキャンプレッドクラウドは、議政府主北方の東津川市に主力部隊が展開する米第二不評師団の司令部が駐在する。ありがとうございます。